よし、再開します。ちょうどね、トゥームレイダーの一番新しい、ここじゃなかった、トゥームレイダーの一番新しい、パートもね、アップロードし終わっての再開ですね。で、今ちょうどアークザラット2、これ前回っていうか、まあ、さっきねやったのを今編集かけてるんで、まあ、時間がどうなるかちょっとまだわからないんだけど、もしかしたらこれがなんだっけ、もしかしたらなんでいいが、なんでいいがが入ってんだ、ちょっとわかんないけど、まあいいや。なんでもしかしたらこれがパート22の方に入ってるかもしれないですが、ちょっとそのあたりまだわからないんで、よろしくお願いしますとしか言えないですね。よし、無視できるところは無視して行ってしまいましょう。ここね、よいしょ。ん？あ、終わり？終わりですか。じゃあ、お、ようこそ将軍。ガルアノ、どこだ？ふふ。ん？どこにある？そう焦らなくても私は奥にいる。だがその前にせっかく来たのだから、私の研究に協力してもらおうか。帰る道もなくなってしまったことだしな。てめえが塞いだんだろうが。どうにかく君たちに選択権はないのだよ。右の扉を開けてやろう。中にはモンスターがいる。どちらかが全滅するまで戦ってこい。ざけんな、誰がてめえの稲になくなるか。だったら勝手にするがいい。のたれ死ぬまでそこにいるのだな。まあむしろのたれ死にを狙った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、そういうことではないんでしょうかね。おい、偽物発生装置っていうのは壊したんじゃなかったのか。幻影モンスター制御装置だ。確かに破壊したはずだし、予備の装置なんてもらわないはずだ。安心したまえ。制御装置は確かに破壊された。こいつらは失敗作、もともと制御などできない連中だよ。楽しんでやがる。小僧、見分けがつかなくなるとまずい。今回は下がってな。しょうがねえ、ちょっと心配だが任せるぜ。ってことだ。シューじゃなくて、使えない人間は置いといて、これでいこう。あ、いや、ゴーゲンじゃなくてこれでいこう。回復薬がね、リーザ一人だとちょっと心もとない。行くぜ行くぜ、一撃だぜ。トッシュ、どうする？トッシュ強すぎるんですけど。重いか。反撃を防御されるのが嫌だな。よし、やってくれ。面白い。ちょっとレベル差、レベル差がちょっとあるな。しょうがねえな。翻弄されとるやないか。自爆剣、よし、スーパータコ殴りタイム。勝ちは勝ちだ。じゃあの、よし。ははご苦労さん。次は左だ。いいデータが取れるように頑張ってくれよ。これはどういうことなんだろうか。で、トッシュと。おっさん、今度はあんたが抜け番みたいだぜ。チッ、抜かるなよ。よし、これとこれとこれと。これでいいでしょ。勝ちは勝ちだ。これか。あぶねえ。え、アイテムはいっぱいです。諦めますか。いいえ、ぬるぬるネバネバをしてます。
よし、これでいいでしょう。でね、エルクとリーザがね、死んじゃいました。なのでちょっとここでアイテム使っちゃいましょう。あ、薬草、あ、別の、別のキャラに使っちゃった。ここに使っちゃったのか。回復果物も、あ、また間違えちゃった。じゃあリーザに、こんなもんでいいか。ドーピングアイテムがあるからな。よいしょ。ご苦労さん。それじゃあそろそろ私のところに招待しようか。ここだ。私はこの部屋にいる。よし、じゃあ突っ込んでいきましょう。その前に、強力果物をエルクに、うん、これでいいでしょ。あ、ちょっと待って、他にもちょっとグルガにも与えとこう。シュールは大丈夫かな。うん、トッシュも、うん、大丈夫だね。行こう。さすがに実況をね、1時間超えやると疲れてくる。誰もいねえじゃねえか。逃げやがったか。よくここまで来れたな。来てくれないかと、来てくれないと帰って困ってたかな。ガルアノ、もう逃がさねえ。貴様だけは絶対に倒す。君の研究所は全て破壊した。この研究所もロマリアの計画もおしまいだよ。バカめ。研究所などもうどうでもいいのだよ。キメラ研究など我がロマリアが世界を手にするためのプロセスの一つに過ぎん。なったに、お前らがこうしている間にも他の将軍が計画を進めているわ。だったらその計画も潰してやるわ。貴様を倒した後でな。ふん、果たしてお前らにそれができるかな。うん、か、体が動けまい。どうだ、私を倒すこの後できんだろう。しゃべれねえ。クソ、汚えってばかり使いやが。安心しろ、お前らはこの私が責任持って立派なモンスターにしてやろう。どうだ、今の機械モンスターの威力は。機械モンスター？ああ、機械とモンスターの合成に成功した試作品の一号だ。強力な麻痺能力とこちら側の動きを 100% 制御できるのが売りだ。これでアンデルたちを見返してやれるわ。これがその機械モンスターの制御装置か。最近どうも仲間たちに軽んじられているような気がする。それはお前も感じていたわけだな。この研究所もお前もロマリアにとっては用済みの捨て駒というわけか。何を言う、私は捨て駒なんてではない。ロマリアは私の作った君らのおかげで最強の力を手に入れたのだぞ。そしてお前は用なしになった。所詮ロマリアにとってお前など使い捨ての便利な道具に過ぎなかったわけだ。だからお前も焦っていたんだろう。たかが賞金稼ぎが、言ってくれるじゃないか。私は焦ってなどいない。お前もモンスターになりたいようだな。焦ってたさ。何をする、お前まさか。でなければこんな作戦が成功するわけないだろう。おしまいだがあるあの、お前もこの研究所もな。ここでこのテーマ、素晴らしい。この展開である。助かったのか。アーク、大丈夫かみんな。一体何だってんだ。話はガルアノを倒してからだ。うう、右の扉だ。急いでくれ。アーク、エルク、気をつけろ。全員集合か。どうだアーク、これが最も強く、そして最も美しい究極のキメラだ。ガルアノなのか。お前たちは少し勘違いをしていたみたいだな。私が何も面白かったり、ロマリアの侵略のためだけにキメラ研究をしていたわけではない。人々にこのより美しく、より、あ、ごめん、より強く美しい姿を与える神の仕事を代行していたのだ。とんでもない思い上がりだな。
ことここに至ってはお前らをキメラにしてやる計画は諦めるしかなさそうだな。残念だがな。なあに、すでに殉教者計画は始まっている。他の将軍たちはすでに動き出しているんだ。お前らにこの研究所を潰されたところで我々を止めることなどできません。あとは私がお前たちを始末するだけ。この姿での強さを確かめてみたいと常々思っているところだ。そろそろ全て清算しようじゃないか。ここに来てアーク使用可能になりましたが、別に使う気はさらさらありません。これでいいでしょう。アーク、ごめんね。俺はアークのこと好きなんだよ。俺は好きなんだけどね。ほら、よっと。申し分ない強さだな。行くぜ。ここだ。装備は OK。 炎よ、俺の力になれ。で、グルガがここと。完璧な布陣だな、今回は。リーザはね、じゃあこいつらのちょっと後始末をお願いしようか。はい、怖かったわ。強くなったのかしら。で、危なくなったら、おお、また出てきちゃった。危なくなったら、まあ回復という形でいいでしょう。これ一撃だぜ。一撃じゃないです。いただき、えい、究極の守りの薬。行くぜ。ちょっと炎よ、俺の力になれ。攻撃が足りないけど2人増えたからいいでしょう。ほら、勝つだ。いいですね。範囲攻撃がさ、強すぎるんだけど。俺の血がこの力があれば。お、いいですね、グルガタック。お、やばい、黄泉の階段。悪いとこ行っちゃったな。オッケーオッケー。いいや、こっちで。シューは、あとは、あ、ガルワのガルワのガルワのか。そしたらね、ここで行こうか。任せておけ。いいぞ。刺激だぜ。ちょっとリーザのお株を奪ってしまう。お株を奪ったわけじゃないか。で、ここにいるとガルワーノの攻撃を食らってしまうんで、こっちから攻撃しようか。こいつが相手だ。よし、早い。行くわよ。ほれ、反撃でやれるっていうのが強いね。お、壊れた。お、ダブルヒートブレス。ガルワーノは肩になんか、なんだこれは。あ、見えない。ドラゴンみたいなやつを忍ばせていたみたいですね。俺。まあそれでも大した攻撃力ではないでしょう。ほら。HP は大丈夫だね。力のなさを恨みだ。レベル差も悪くない。体が熱い。さあ来い。あれ、ガルワーノ大丈夫ですか。あ、まだ奥にいるのか。あ、じゃあここでいいや。ほら。すごい強さだ。俺の血が。まずい、シルバー。まだ大丈夫。 HP の確認だけしようか。ちょっと心配か。とどめは後にして、キュア、あー、向こうでいいか。トッシュは、あ、全然大丈夫だね。マッスルポーズは光の線でカバーする。炎よ、俺の力になれ。ここでいいね。よし、これはもう、じゃあ週に任せよう。
グルガはこれだ。おい、横から攻撃した方が良さそうだ。よし、一撃だぜ。一撃じゃないです。よいしょ、ほい、よし、これリーザが、よいしょ、怖かったわ。仕留めると安定してるね。まだ足でまといかな。いえ、十分です。すごい、肉と肉の塊同士の戦い、恐るべし。まだまだだ。ん、まだここ足りない。でもここから攻撃できるでしょ。よしよしよし、反撃しない。だったらここで、よいしょ。ちょっとトシだと強すぎるな。一旦引いてやろう。ほれで、リーザで決めると。怖かったわ。順々でレベル上がってていいんじゃないですか、リーザも。おっと、ダブルヒートです。グルガがきついか、引かせるか。あとはここでいいじゃん。よし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 、グルガは一旦引こうで、やってる間にグルガチャージ。意味があるのかちょっと微妙なところだけど。よし、トッシュも一旦引こう。エリック、君が行くか。槍じゃなくていいか。ほら、よっと。やる気あんのか。で、リーダーがここでキュア、調べるじゃない、キュアですね。まあ、一応セーブがね、セーブするポイントがかなり少なめになってるから、ガラーラもね、あんまりは強くないみたいだけど。お、ナックルが上がっちゃったね。ガルアの53、シュウは決めるか。あ、ここからか。もうシュウではない。これも慣れだ。慣れですね。グルガが決めてくれるね。グルガが一晩でやってくれました。じゃあのガルアの引導を渡してやるぜ。面白い。何やってんすか、ちょっとグルガさん。あれか、エルクに手柄を渡してあげるってことですか。素晴らしい考えだ。やろう。ちょっと。なるほど。ここで決めるのはリーザさんでしたか。いや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 、考えもつかなかったよ。じゃあやってください。アースクイック。オッケー。あと魔力はリーザの方が高いんだ、威力より。まだ足でまといかな。え、もう第一戦で戦えるかもしれませんよ。終わったな。いや、まだだ。まだ終わっちゃいない。アーク、あんたのやっていることが正しいのかどうか、今の俺には分からねえ。が、ロマリアのやり方だけは許せねえ。二度とミリルやジーンのような犠牲者は出させねえ。エルク、今はその気持ちを大切にするんだ。その気持ちが、奴らを倒す力となる。君たちもまた、精霊の力によって導かれた仲間なのだから。えらく仲間が増えたもんじゃの。覚えるのが大変じゃわい。仲間が多いと賑やかで楽しいよね。能天気な奴らだぜ。やべえ、一旦引き上げるぞ。お、空港まで来ちゃった。トンネルが壊されて列車が動いてない。いい迷惑だわ。あ、やっぱり民間人も乗ってたんだ。どうなんだろう。あ、ジジイか。チョンガラか、ジジイじゃなくて。チョンガラじゃないか。どうかしたのか。のんきなこと言うてる場合じゃないぞ。グレイシーヌが大ピンチなんじゃ。どういうことだ。とにかくシルバーノアに戻れ。話はそれからじゃ。姫を置き去りにはできん。小型の飛行船じろ。ちゃんとシルバーノアに積んであるわい。心配するな。急ぐぞい。グレイシーヌで一体何が。急ぐぞ。
この時間だと確実にこれパート22の方に行ってるんだろうな。チョンガラ、グレイシーヌがピンチとはどういうことだ。ミルマーナがグレイシーヌに侵攻したんじゃ。まずいな。どうしたんだ。グレイシーヌはね、イーガのふるさとなんだよ。それにミルマーナを動かしているのはロマリア4将軍の一人ヤー軍だ。グレイシーヌには最強の格闘集団ラマダ僧兵がいると聞くわ。イーガはね、そこの師範代なんだよ。気になるな、なぜヤ軍がグレイシーヌを狙うのか。それなんじゃが、どうやらアンデルが関係しているらしいんじゃ。アンデル、あの野郎まだ何か企んでんのかよ。パレンシアで手に入れた情報なんじゃが、奴ら殉教者計画というのを実行しているらしい。なんなのそれ。世界中に殉教者の塔というものを作り、何かを復活させる計画だ。知っとるのか。ガルアノが話しているのを聞いただけだ。それ以上のことはわからん。どうせアンデルの考えることらろくなことじゃねえよ。ミルマーナの野軍もその計画のためにグレイシーヌを狙っているのか。多分な。我が僧兵は、僧兵でいいのかな、僧兵かな、ミルマーナのに負けはせん。そんなこと分かってる。じゃがほっとわけにもいかんじゃろ。ちょんがら、分かってる分かってる、言われんでも全速力でグレイシーヌに向かってるわい。合流したアークとユクたちはシルバーノアでグレイシーヌへ向かった。これ別にいらないんじゃないかな。いや、まあ矢印だけあればいいけど。ガルアノがやられたらしいな。今度はお前の番かもしれんぞ。くだらん、ガルアノは弱すぎただけだ。ガルワーヌは四天王の中でも最弱。奴の力など我々の足元にも及ばん。それにしてはアークにいいように遊ばれておるではないか。お前こそグレイシーヌの方は大丈夫なんだろうな。殉教者計画のことか。グレイシーヌはロマリアに次ぐ大国、あそこにはラマダの僧がいる。早いうちに潰しておく必要があるのだ。そしてラマダ山にも殉教者の塔を建設するのか。世界中に塔を建てて全ての人間を思いのままに操ろうとは、お前らしい計画だな、アンデル。この計画は我が偉大なる王の復活のために必要不可欠な計画。世界中に建てた塔を使い、人間たちの欲望の赴くままに行動する。そうして得られた負のエネルギーで空中城を浮上させ、王の復活を果たすのだ。心配するな、私の力で落とせぬ国だとない。口先だけでないところを見せてもらいたいものだな。将軍、グレイシーヌより和平の申し込みの使者が来ておりますか。殺せ。え？殺して死体をグレイシーヌに送り返せ。しかし。構わん、奴らに教えてやるんだ。幸福か死か、奴らに選択できるのはその二つだとな。はっ。死者って言えないな。噛んじゃうな。いつになく強気だな。当たり前だ、私に勝てる者などこの世にはおらん。さあ、グレイシーヌ到着ですが、別の国に行ってる場合じゃないな。わかりました。じゃあこの町で一旦セーブをして今回は終わりにしましょう。28分か。でもあんまりカットしてるとこないよな。ほとんどボス戦だもんな。ねえお姉さん、占ってほしいの。うーん、もらおうか。じゃあ、大きな闇が見える。闇？闇があなたたちを飲み込もうとしているわ。闇とは何だ。わからない。でもとてつもなく巨大で邪悪なもの。今のままではその闇に勝つことはできない。たとえ勇者であってもね。どうすればいい。そこまではわからないわ。あとは自分で何とかすることね。いい加減だな。再び私の力が必要になる時が来るわ。それまで頑張るのね。この占い師一体何者なんだ。あ、ここが図書館か。宿屋に行きたいんだけど。宿屋はどこだったかな。ここはいろいろなちょっとものがあってな。ここはギルドだな。昔のね、ラマダには、ラマダじゃねえや、グレイシーヌにはこういう町とかなかったからさ、まあ、スメリアにもそうだけど、こうやって町をさ歩けるのって嬉しいよね。いらっしゃいませ。宿屋は2階です。はい。
じゃあエルクで行こうか。マジ誰でもいいんだけど。よし、100ゴールドでお休みになって、あ、さっき武器店もあったから、次回はちょっと買い物から始めてみましょう。じゃあ今回はこれで終わりです。おそらくこれ22にしてると思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。